岡部直三郎9月30日から1946年11月23日は、日本の陸軍軍人。最終階級は大将北品方面軍司令官、第3方面軍司令官、第6方面軍司令官。広島県広島市袋町生まれ。1899年に、ストック中学校を卒業後、広島陸軍地方幼年学校入学。その後、 陸軍中央幼年学校、陸軍士官学校と進み、陸軍大学校卒業。陸指導規制には、山下智之、藤江圭介、阿南コレチカ、山脇正隆、安井当時、小松原道太郎らがいる。陸大卒業後、1918年にハバルフスクと組む機関、1922年にポーランド公使館副部官。この時、 ポーランド参謀本部から帝国陸海軍への近代的暗号技術導入を手引きした。1930年に野戦重砲兵第一連隊長。1932年に上海派遣軍高級参謀。同年に参謀本部演習課長。1934年に陸軍少将に昇進し、陸軍大学校研究部主九1935年に 陸軍大学校幹事。陸軍大学校兵学教官として、高等兵学を研究、教授し多くの人材を育成した。日中戦争の始まりで、北品方面軍が新設されたことにより、1937年に参謀長に就任、司令官、寺内都市一大将を補佐し、河北、三世三島での作戦立案の中心となる。11月に、 任陸軍中将。1938年に、助手作戦を指導した。7月に第一師団長へ、店舗、1939年、中門軍司令官を経て内地へ戻った。1940年に公により、訓位当局実大受賞、公二級禁止勲章を受章。12月に、陸軍技術本部長、1942年10月、 軍事参議官権陸軍大学校校長に就任。1943年2月に、任陸軍大将、同期の山下智之、藤江圭介と同時進級であった。選挙区の切迫で、関東軍令下に新設された第3、方面軍司令官として、第4軍、第6軍をその令下に置き、第2方面軍が南方に転用された1943年10月以降、 任務を引き継いだ。ついで1944年に、北市方面軍司令官、小桂作戦闘水にあたるため、第六方面軍司令官として店舗され、観光で終戦を迎えた。戦後、先般容疑者として交流され、1946年11月に、上海で病死した。岡部が、陸大幹事時の在学生であった、高山信武によれば、 岡部は、加減木工、沈着冷静の将軍であり、その一言一語には、千金の重みが感じられたという。教授する、戦術思想は堅実で、孫子を引用し、腐敗の体制を整えてから勝利を考えるよう、教えていたことから、当時の陸大校長で、積極構成思想を持論としていた、小畑俊郎中将と比較されたという。また、 高山邦兵平,平が卒業した1935年の陸大卒業式においては、フリードリッヒ大王やナポレオンを引き合いに出し、我が日本軍隊を統率するのは、権力や利益によるものでも、威嚇によるものでもなく、天皇のおいつのもと委任され統率するのであって、道義と責任感を持って部下を指導しなければならないと学生に講演し、諭したという。ありがとうございます。